4月26日、ジャービス様、送っていただいた力強い電報は結局不要でした。ロビン・マクレイ先生は喧嘩となると見事な茶目っ気のある男で、手際よく直接にことを成し遂げました。怒りに沸き立っていた私は、先日の手紙を書いた後、先生に電話をかけ、あの件をもう一度詳しく話しました。さて、サンディはいかなる欠点があれども、欠点は間違いなくあるのですが、並々ならぬ大量の常識も備えています。ですので、今回作ろうとしている菜園が将来いかに役に立つか、そしてこれまでステリーがどれほど役に立たなかったか、よく理解しているんです。先生はこうも言いました。院長の権威は支えねば。ついでながら、先生の発言として、これは実に素晴らしいお言葉です。とにかく、そう言ったのです。その後先生は、受話器を戻し、車のエンジンをかけ、法律を無視した猛スピードで飛んできました。そして、スコットランド人らしい見事な奮撃に駆られて、ステリーへずんずんと歩み寄り、極めて力強く、理路整然と解雇したせいで、馬車置き場の窓が粉みじんに砕けました。午前11時に荷馬車に山と積まれたステリーの家具がガタガタと門を出て以来、JGH は心よい平和に包まれています。我々が希望を抱いて理想の農夫を待つ間、村の男性が手伝ってくれることになっています。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。ジュディに伝言をお願いします。あなたは私に手紙一通の借りがあり、一通くださるまで私は連絡いたしません。ケーグ、S・マクブライド。ジュディ様、昨日、ジャービスに出した手紙に書くのを忘れちゃった。カッコ、パンチが使う表現です。カッコ閉じ。ことがあります。ブリキの湯船3個をいただいたお礼を申し上げたかったのです。横にポピーが描かれている空色のものが保育室にとりわけ華やぎを添えています。私は赤ちゃんが飲み込めないくらい大きい贈り物が大好きです。技巧家が着々と進行中とご報告すればお喜びいただけるかと思います。小学校の教室だった部屋に大工の作業台が据え付けられました。校舎が増築できるまで、小学校のクラスはポーチに集います。ミス・マシューズの優れた提案に従いました。女子の裁縫クラスも進行中です。手縫い組は紫ブナを囲むベンチに収まり、年長の女子は3台のミシンで、順番に練習しています。もう少し上手になってきたら、孤児院中の子供たちの装いを改めるという輝かしい仕事に着手します。私を呪いと思っているのよね。でも、新しい服を108着作り上げるのは至難の業です。それに、
自分たちの手で作れば、一層大切に思うでしょう。衛星システムの向上もご報告できます。マクレイ先生によって、朝夕の体操と、授業の合間の牛乳一杯と、鬼ごっこが導入されました。先生は、生理学教室も設け、子供たちをご自宅に呼ぶために、小グループに分けました。ご自宅に分解できる人体模型があって、ぐちゃぐちゃした内臓を見られるのです。今や子供たちは、自分の体の小さな消化機能に関する科学的知識を、マザーグースの童謡を唱えるのと同じくらい、よどみなく言えます。もう以前とは、見違えるほど知的になりつつあります。私たちの話だけを聞いていたら、孤児だなんて思えないでしょう。まるで、ボストンの子供のようになってきました。午後2時。ああ、ジュディ、ひどい災難です。数週間前に、とてもいい少女を、とてもいいご一家に預けて、養子縁組を期待していると、お知らせしたわよね。優しいキリスト教徒のご一家で、気分のいい田舎の村で暮らし、育ての父は、教会の執事です。ハティは、可愛くて、従順で、主婦らしい子です。互いに、おあつらえ向きに思えました。それなのに、今日、あの子が返されてきたの。盗みを働いたから。不面目が重なりました。教会から、生産杯を盗んだのです。あの子が泣きじゃくるやら、先方が非難するやらで、事実を聞き出すのに30分かかりました。一家が通う教会は、我らが先生のように、大層今風で、衛生的らしく、個人用の生産杯を導入しているそうです。かわいそうなハティは、生産式なんて聞いたこともありませんでした。実は、教会にもあまり馴染みがありませんでした。ハティの素朴な宗教的要求は、日曜学校だけで常に満たされていたからです。でも、新しい家では、教会の礼拝にも出席したのです。ある日、ハティにとって嬉しい驚きがありました。飲食物が出たのです。でも、自分の番は来ませんでした。それでも何も言いませんでした。飛ばされることには慣れっこなのです。でも家に帰るとき、ハティはさっきの小さな銀杯が何気なく席に置かれたままだと気がつきました。これは欲しければ持って帰っていいお土産だと思ってポケットに入れました。二日後にこの件が明るみに出ました。ハイはハティの人形の家の一番の宝物となっていました。ずっと前にハティはおもちゃ屋さんのショーウィンドウで人形用の食器類一式を見て以来、将来、ああいうものが欲しいとずっと夢見ていたらしいのです。生産杯は全く同じではないけれど、ハティの希望にかないました。さて、この一家がもう少し信仰心が薄く、もう少し思慮深ければ、生産杯を返し、一切傷つくことなく、最寄りのおもちゃ屋さんへハティを連れて行って、
食器を買ってやったでしょう。でも、この一家は違いました。子供と持ち物を、まず、なるべく早い汽車に乗せ、それから、当院の玄関に押し込んだのです。泥棒だと、大声でわめきながら、喜んでご報告いたしますが、憤怒している執事夫妻のことは、二人が多分、教会の説教団からは、聞いたこともないほど、叱りまくってやりました。サンディの語彙から、激しい言葉をいくつか借りて、恥じいらせて返しました。かわいそうな小さなハティに関して言えば、あれほど期待を募らせて出発したのに、出戻ってきたわけです。不幸を買って孤児院に戻されるのは、子供の心に恐ろしく悪い影響を残します。罪を犯したと自覚していない場合は、特にそうです。世界は見えない落とし穴だらけだと思えて、一歩踏み出すことが怖くなるのです。新しい両親を見つけてやることに、私は全精力を注がなくてはなりません。次の二人は自分の子供時代をすっかり忘れてしまうほど年取っていたり、落ち着いていたり、善人になったりしていない人々にします。日曜日、新しい農夫が着任したことを報告しそびれていました。ターンフェルトといって、可愛い奥さんのいる人です。黄色い髪でエクボがあります。奥さんが孤児だったら、もらってくれる家は一分で見つかります。この奥さんを無駄にはできません。名案があります。農夫のコテージに建て増しをして、夫人の気持ちよいケアのもと、育数ハウスの一種を作ります。そこに新しく来た小さな雛鳥を入れます。伝染病でないことを確かめて、汚い言葉をなるべく取り除いてから、他の元気な雛鳥の中に放すの。この案をどう思いますか？当施設のように、音、動き、大騒ぎに満ち満ちていると、個別の世話が必要なケースを、しばし隔離する場所が必要です。ここには遺伝的に神経過敏な子供もいて、生還することに特効があります。私の語彙が専門的で科学的だと思いませんこと？ロビン・マクレー先生と日々交流していますと大変教育的なのです。ターンフェルトが来てからの豚たちをお見せしたいです。極めて清潔で、桃色で、普段と違って、お互いすれ違っても仲間だとわからなくなっています。じゃがいも畑もあのじゃがいも畑だったとはとても思えません。紐と杭でチェッカー板並みの四角に区分され、子供たち全員に区画があります。現在これらの唯一の読み物は、種のカタログです。村からノアが戻ってきました。自分の娯楽として読む日曜版を買いに出ていたのです。ノアは教養がある人で、文字を完璧に読めるばかりか、物を読むときは、べっこうぶちのメガネをかけます。
今日は郵便局からあなたが金曜の晩に書いた手紙も取ってきてくれました。あなたがイエスタ・ベーリング物語にご興味がなく、ジャービスも同じと知って、私は心を痛めております。ペンドルトン家は、なんと文学的趣味を書くことよ、としか言えません。今、マクレイ先生のもとを、お医者様が訪れています。私立の精神病院の院長で、とても塞ぎ込んでいて、人生にはいいことは全くないとお考えです。でも、日に三食、塞ぎ込んでいる人々と食事を共にしていれば、そうした悲観的な見方は当たり前かもしれません。この方は、物事が悪くなっている兆しを探して、世の中を見ていて、どこでもそれを見つけてしまいます。私は30分お話ししてみて、もしや私が口外裂かどうか、この先生が確かめたくなって、喉を覗かせてと言われても、おかしくないと思うようになりました。お友達に関するサンディの趣味は、文学に関する趣味と似ているようです。やれやれ、長い手紙になりました。さようなら、サリー。5月2日、木曜日。ジュディ様、クラクラするほど物事が急展開しています。JGH は息を切らせています。将来、大工さん、円環工さん、石工さんが作業をする間、子供たちをどうするかという問題をついでに解決しかけています。と言いますか、大事な兄が解決してくれました。本日の午後、私は理念類の数を調べ、衝撃的な事実を知りました。手持ちのシーツの枚数で、可能なシーツ交換は2週間おき。それがどうやら我が施設のだらしない慣習のようです。私が家財道具に囲まれ、ベルトから鍵の束を下げ、中世の大邸宅の女主人前としていたとき、誰が案内されてきたでしょう。ジミーです。私は大忙しでしたので、ジミーの鼻に上から斜めにキスをして、施設を見ていらっしゃいと、最年長のわんぱく小僧を2人に預けました。彼らは友達を6人集め、野球の試合ができるようにしました。戻ってきたジミーはヘトヘトでしたが、楽しそうで、滞在を週末いっぱい延ばすことに同意しました。ただし、個人で夕食をとってみて、今後はホテルで食事をとると決めたそうです。暖炉の前で、2人でコーヒーを飲みながら、私は不安を打ち明けました。新しい保育器を建てる間、ひな鳥たちをどうすべきだろう。ジミーをご存知でしょう？30秒で計画をまとめていました。林地のそばの小さな大地にアディロンダックのキャンプを作るんだ。一面が開いている掘ったて小屋を3つ作れるよ。それぞれに寝台が8台入る。そこへ最年長の男子24人を夏の間移す。2000ともかからないさ。ええ、でも、私は反論しました。あの子たちを見てくれる人を雇うのに、
2000と以上かかるでしょ。お安い御用だ。ジミーが大見得を切りました。食事を出して発給を払えば、夏休みに喜んでくる学生を見つけてやる。ただし、今夜出してくれたよりも腹の足しになる食事を用意しなきゃダメだ。午後9時ごろ、マクレイ先生が病連の往診後にお寄りになりました。100日咳の子供が3人いますが、隔離していますので今後増えはしないでしょう。あの3人がいかにして罹患したかは謎です。孤児院に100日咳を運んでくる小鳥がいるようです。ジミーはキャンプ計画を支援してくれそうな人物として先生を頼り、先生は熱く指示しました。二人は紙と鉛筆をひっつかむと図面を引き、一夜のうちに最後の釘が叩き込まれました。なんと夜の10時に電話をかけて、哀れな大工を起こすに至って、二人はようやく気が済んだのです。翌朝8時に来てもらって、材木が少し届くよう手配したんです。10時半になんとか私の部屋から追い出したものの、その時もまだ支柱、小張り、排水設備、屋根の勾配の話をしていました。ジミー、コーヒー、建設事業にまつわる様々な興奮のせいで、直ちにお手紙を書かなきゃという気になったのですが、よろしければ詳細を書くのはまたの折まで延期したいと存じます。そうそう、サリー。土曜日、仇殿。今晩7時に夕食をご一緒しませんか？本物の晩餐会です。アイスクリームも出ます。男の子たちを見てくださるかもしれない方を兄が見つけました。先生はご存知かもしれません。銀行にお勤めのミスター・ウィザースプーンです。孤児院業界には徐々に導き入れたいと考えておりますので、どうか狂気や転換、アルコール依存症など先生のお気に入りの話題にはお触れになりませんよう。この青年は快活で若く、社交界の花形で、とても洒落た食べ物に馴染んでおいでです。ジョン・グリアー孤児院で、いずれ幸せになっていただけるとお思いになりますか？大わらわのサリー・マクブライド。日曜日、ジュディ様。金曜の朝8時にジミーが、8時15分に先生がこちらに戻りました。以来、二人は、大工さん、新しい農夫、ノア、二頭の馬、体の大きい男子8名と共に、働き詰めです。これほど早く、建設事業が着手されたことはないでしょう。ジミーが1ダースいればと思いますが、兄の場合は、情熱の切っ先が鈍らないうちに捕まえれば、テキパキと働きます。石を削って、中世の大聖堂を作るのは、きっと増えてでしょう。土曜の朝に戻ってきた兄は、新たな思いつきに、顔を紅潮させていました。前の晩に、ホテルで友人と遭遇したためです。兄が入っているカナダの狩猟クラブの会員で、
我々の第一、そして唯一のナショナル銀行の水筒係をしておいでです。素晴らしくいいやつだ。と、ジミーは言いました。しかも、キャンプをして、あの子たちをビシビシ鍛えてもらうのにぴったりだ。ここで食事が出て、月に40ドルもらえるなら、来る気があるよ。デトロイトに婚約者がいて、金を貯めたいんだ。食事はまずいけど、うんと抵抗すれば、多分料理人を変えてもらえるんじゃないかって言っといたよ。なんていう方？私は慎重に関心を示して言いました。それが、洒落た名前でね。パーシード・フォレスト・ウィザースプーン。私は、笑いが止まらなくなりそうでした。パーシード・フォレスト・ウィザースプーンなんて名前の人物が、あの24人の荒っぽい小さな野蛮人を担当するなんて、想像してみて。でも、ジミーが何か思いつくとどうなるかご存知よね。すでにミスターウィザースプーンを土曜日に私との夕食に招いていて、孤児院で出る子牛肉を補助すべく、牡蠣やひなばとやアイスクリームも村のケータリング業者に注文済みでした。結局、極めて正式な晩餐会を私が主催することになり、お客様は、ミス・マシューズ、ベッチー、先生でした。もう少しで、サイ・カッカとミス・スネイスにも声をかけそうになりました。お二人と知り合って以来、恋が生まれて叱るべきだと感じています。これほどお似合いの二人は見たことがありません。カッカはやもめで、子供が五人います。あり得ると思わない？手のかかる妻がいたら、カッカの気が孤児院からは少しそれるかもしれません。そうなれば、二人が一挙に片付きます。孤児院の改善策として、検討すべき事項です。とにかく夕食会を開きました。夜が更けるにつれ、私の不安は募りました。問題はパーシーが孤児院の役に立つかどうかではなく、孤児院がパーシーの役に立つかです。世界中を探しても、彼以上にここの少年たちの愛情を勝ち取れるよう作られた青年は、見つからないでしょう。何でも上手にこなせる人だと、一目見ただけでわかります。少なくとも、運動に関することは何でも。文学と芸術のたしなみについては、いささか疑わしいけれど、乗馬、射撃、ゴルフ、フットボールの他に、船を操ることができます。屋外で寝るのが大好きで、子供も大好きです。昔から孤児に会ってみたかったんですって。孤児の話は本でよく読むけれど、顔を合わせたことはないから。夢のような人です。夕食会の後、ジミーと先生は、帰路に着く前に、ランタンを探し出し、耕されている畑の向こう側まで、夜会服のままで、ミスター・ウィザースプーンを案内し、将来の住居を視察しました。そして、何という日曜日を過ごしたことか、大工仕事を全面禁止せざるを得ませんでした。さもなくばあの人たちは、
104人の道徳性にいかなる害を与えるかなんて、一個だにせずに丸一日作業をしたでしょう。実際は現場近くに立って、掘ったて小屋を眺めて、トンカチをいじり、明朝どこに最初の釘を打ち込もうかなと考えて過ごしていました。私は観察すればするほど、大人の男性とはもうお尻をピシピシ叩けないほど、大きくなった少年に過ぎないと思い知ります。ミスター・ウィザースプーンをいかにして食べさせていけばいいか、心配でなりません。すごく食欲旺盛のようで、夜会服をまとっていないと、夕食が喉を通らないようにも見えます。我が施設の社会的信用を保つべく、ベッツィに実家からトラック一杯のイブニングドレスを取り寄せてもらいました。幸い、市は昼食をホテルで取っています。聞くところによると、あのホテルの昼食は食べ応えがあるそうです。どうかジャービスにキャンプのために釘を一本打ち込んでいただけなくて残念ですとお伝えください。あらら、最閣下が小道をこちらへやってきています。天よ、お救いください。不運なる SMCB